はいそれでは第一段階の注意について解説します分かりやすく言うとこう例えば賃貸マンションをあなたがこう探してた時にこうインターネットウェブで探しててあこれ理想に近いいい物件あるなと思ってこうすぐに問い合わせをしてみたらその物件はもうなくなってしまったんですけどでもそれに似た非常に代わりの物件がありますよなんて言ってこう 言われたこと、ある人もいるんじゃないですか。そうです。その、最初に問い合わせが。来るように、仕掛けられた、いわゆるフック、になるものが。この注意に、当たるとこです。まあ、ブライダル業界でいうと、もう一番最初に、会場探しをし始めた。初期の段階で、目にする。まあ、ゼクシーや、ゼクシーネット。もしくは、さまざまな媒体の中にある。 御社の、あなたの会場のキラー写真、キラーコンテンツがそれに当たります。それでは、第二段階の興味です。あの注意の次に来るのは、この興味なんですけど。この興味は、こうお客様に。うん、それはどういうことって、こう興味を持ってもらわないと。そもそも、こう聞く耳が立たないので。どんだけ話をしても、こう頭ごなしに、こう断られるのが、ほとんどなんですね。 でですのでこれも興味をフックのこう一種なんですけどこちらから「えそれどういうこと?」って思われるようなこう質問を投げかけたりもっと知りたいなって思わせるような仕掛けをこう置いておくことでお客様にもしくは会場探しをしに来たお客様にもしくは会場探しをしている最中のお客様にもっとこの会場について知りたいなって こう思わせるる線を作るというののがこの興味にあたりますブライダル業界でいうとゼクシーやゼクシーネットまたはそのほかメディアにおける御社の細かいこうブライダルフェアの詳細ページや、えー、御社の細かいフォトギャラリーにおけるフォトギャラリーの作り込みやそういったより実際に見てみたいなって実際にそこに行って話聞いてみたいなって 思ってもらえるような仕掛けがこの第二段階の興味にあたります。それでは第三段階のこう連想について解説していきます。こう第二段階の興味の次に来るのはこの連想なんですけど、連想とはそれを使っているとこことによって楽しいや嬉しいやこう素晴らしいっていう高揚をイメージさせることなんですね。 すなわちその商品やそのサービスを使っている自分たちを想像させることっていうのがこう連想ですでその連想させることによって人はその次の段階欲望を抱くようになりますポイントはその商品サービスを使っているところを想像させるっていうそこがポイントですそして新規接客における中でこの第三段階から 第五段階の連想欲望比較、この三段階は最も重要だということを知っておいてください。それでは第四段階の欲望について解説していきます。第三段階の連想の次に来るのがこの欲望なんですが。人はありとあらゆるこう欲望を持っています。こう自由になりたいや、おいしいもの食べたいや、幸せになりたいなという。そんなありとあらゆる欲望をこう指すわけなんですけれども。 ブライダル業界における欲望というのはここで結婚式したら私たちがやりたいって言ってた一人一人に感謝の気持ちを伝えることができて本当に私たち理想が叶うかもっていう欲望もあれば私はおじいちゃんおばあちゃんにお世話になったからおじいちゃんおばあちゃんをもてなしたいんだっていうその欲望が叶うかもっていうそういう欲望もありますし。 もうブライダル業界における欲望の高め方っていうのはポイントはですね欲望が高まらないのにその次の段階のこう第5段階の比較に行ってもその先の核心に行っても欲望が高まりきってなければ絶対に新郎新婦はお申し込みにならないということを知っておいてほしいんです。 ではこの会場案内における新規接客における最も高めなければいけないのはこのの第4段階の欲望なんですねその欲望を高める大前提は何かというと第3段階の連想がどれだけ高いクオリティでこで実現できるかどれだけ連想を高い次元でプレゼンテーションで叶えることができるかが第4段階の欲望を最大限に 高める大きな鍵であることをこう同時に知っておいてください。